はようございます、今日はですね、ぽんちゃんお休みで三日浦岳のセリラダイラコースにやってまいりました、ね、今日はゆうさんと、はい、やってみました。ちょっとイメージ一新ということでね、このそういう感じで撮っていきたいと思います、ね、セリラダイラコース、レッツゴー。奥深いね、奥深いとこや。はい、どうぞよろしくお願いします。なんていう滝かわかりませんがね、滝がダブルで落ちてますね。結構ね、川の渡河が多くてね、滑りやすくてね、なかなか大変ですよ。しばらくはね、渓谷沿いにこう歩いていく感じですね。途中何回か沢をね、渡河しなければいけないんですが、はい、湯沢の出会いまでね、あと5分だそうです。すぐ下に滝があります。イワナがいっぱいそうだね。湯沢の出会いに到着しました。湯沢の出会い、出会いというのは登り口に入りましたってことですね。男女の出会いとはちゃうの。はい、ここからね、落雷跡まで1時間30分です。三日浦岳登山道、ここは栄太郎新道って言ってね、室谷から行く方が旧道で、こっちは一応新道というふうに言われております、ね、ここがね、越境国境のね、谷川岳と言われるゆえんですよ。なんか似てないゆうさん、はい、なんかね、やっぱりこの雪で削られたこの鋭利なね、長年の間に削られた鋭利なこの雰囲気が、まあそう言わせるんでしょう。谷川岳もやっぱりね、雪が深いからそういう感じにね、なるんですね。素晴らしいね。はい、まあこの雲がね、今日はあるけどね、上の方はガスかかってるけど、それがまた幽玄な雰囲気を醸し出して、上の方見えたらもっと素晴らしいんだろうけどね、ちょっとね見えませんね。はい、まあずっとね、こっからね、しばらくロックラ続きますね。ちょっと今日は滑りますからね、まあそこそこロープも使いながら、そこそこ手で登りながらと、まあそんな感じで行きたいと思います。小高いところに出てね、本来なら景色いいんでしょうけどね、今日はガスかかっちゃってね、ゆうくんが岩に挑んでおります。挑んでるっていうか進んでおります。早いからこの人が。ね、いいね、気持ちいいでしょ。ここは湯沢の出会いから栄太郎新道ですね。なんか甘羊羹のような、夏羊羹、水羊羹、水羊羹ね、水羊羹、水羊羹新道、それは違うかな。うん、栄太郎、芋羊羹。はい、木の花がね咲いてますよね。こういう可愛らしい花いますね。いいっすか？
はい、両方ともね、切れ落ちたね、谷の痩せ尾根を来ております。すごいとこにいますよ。あ、ゆうさんが今またね岩を渡ってます。岩渡り。ロックの連続ですね。これなんかやっぱりゆうさん、はい、西黒よりねハードなんじゃない？ああ、ハードですね、ここは。ねえ。さあ、この急さがわかりますか？はい。まあ、こんな感じですよ、鎖場ってやつは。常々。ね。うん、でもまあ、行くんですよ。結局のところ。ね、行きはよいよいだよ。谷川岳じゃないけど、愛越国境の三神楽岳、うん、蝉ヶ平コース。ね、はい。すごい景色だよ。まあ、1368メーターの割には、これすごい、やっぱり上級者コースっていうだけあるね。この上級者の上に超をつけた方がいいんじゃないこれ、うん。ひょっとしたら。いいですね。もうこういうのゆうさん好きですよ、でも。ね。大好きです。最初に連れてきたかったね、ここにだからね。まあ、連れてくるっていうか、引っ張られてる感じですけどね。どっちかって私がですよ。引っ張られてる感じですけどね。いやー、ゆうさん、はい、この景色を見てるとさ、はい、やっぱりこう、なんていうのかな、こう、恐れっていうのを感じない？感じますね。ね。恐れがあるからさ、はい、やっぱりそれを克服したくて、山に来るっていうのも一つの理由かもしれないね。そうですね。うん。こういう風景を見るとね、まざまざと感じさせられるね。うん。うん、いやいやいや、素晴らしいよ。ね。これはね、全世界の人にぜひ見に来てもらいたいね。そうですね。なんかそれだけのものがあると思わない？この、ね、ロード。この栄太郎ロード。ね、栄太郎さんに感謝。ね。すごい人だよ。これを最初に作って登ったなんて。ああ。もう山椒の木が桃の木になってしまったよ。ええ。うん、驚き桃の木山椒の木っていうね。はい。そういうオチで。はい、, 笑いも取らないといけない。取れないから流して取ります。いやー、ゆうさん。はい。岩の下はね、岩壁。岩壁です。岩壁の母だよ。古いね。いうことは。これは、ただごとじゃないね。西黒を思い出させてくれるね、これは。はい、ね、ここまで来ましたけどね、この先ね、ちょっとね、鎖がないところが結構あって、さっきもそうだったんですけど、もうとにかくね、木の根っこを持ちながら登らなきゃいけないっていうね、かなり危なっかしい状態のとこですよ。だからこれは基本来ちゃいけないですね。この整備がちゃんとされない限りね。やっぱりね、一応こうロックラでもね、こう鎖があって安全が確保されないとね、やっぱりやっちゃいけないですよね。まあそういう意味ではね、これここで今日は撤退します。はい。まあ今後ね、こういうところがちゃんと整備されて、あの鎖がついてね、あの安全が確保されれば行っても全然 OK だと思うんですけど、
ねえ、やっぱりちょっと滑って止まな、もう落ちたらこれ最後だからね。まあそういうところなんで、今日はここで撤退します。はい。ドライの巡礼辛口をね、この、三河倉岳のね、この絶壁の途中でね、いただきます。ね。じゃあ、お疲れ。ブッシュはい、お疲れ様です。はい、どうも。うん、いや、すごいとこだ、本当にここは。そっちがなんか水晶根っていうのかな。それもやっぱね、もう登山道はないんだけど、ロクラの人は登るんだよね。ほう。はい。登ってみたいですね。登ってね。そうか。行きます。いや、行かない。わてはね、登山道のあるとこしか行きません。雪解け水がね、流れ落ちて、ああやってだんだん削られていくんだよね。でもいい景色ですね。うん。最高ですね。うん。登った人しか見れない景色。素晴らしいよ。今、崖が閉まったね。え？登った足掛けだっけ？うん。グラッとしまバレて。そういう、クラックって言うんでしょ？剥がれるんだよね、石がね。中に雪と氷が間にあって、それで石を割っちゃうんだよね。下手に伸びて危ないですよね。うん、ああいう切れ目がそうだもんね。うん、あれ、ボロンって行くときあるもんね。それもこの。うん、それがこれ。それの時にやっぱり、あーっとバランス崩して。さすがに、いくら、威圧感でだって止められないですから、うん。うん。鎖があればさ、鎖を近くに置きながら、それをパッて掴めるけどさ、はい、ないとこはさ、それはやっぱり危ない。危ないです、うん、本当に危ないよ、あれは。雨ですからね。うん、まあ雨、まあ、うん。かわい、まあ、だいぶ乾いてきてるけどね。あそこは鎖つけんとあかん。まあ、傾斜はやっぱり、ひどいよ。ひどいよっていうか、すごいよ。ね。鹿はでも、あ、鹿じゃなくて、ヤギはああいうとこ渡っていくんだよね、それでね。ヤギちゃん。この前ヤギの足って言ってないですか。ヤギ足。これ調べたんですよ。うん。ああ、そういうことね。そうそう。ヤギはクライマー。最高のロッククライマーですからね。ああいうところに立ってたりするんだよね、たまに。ヤギちゃんが。すごいっすよね。だからそう、ヤギ足の凄さですよ。あの爪、どうやって、って、まあ考えてもわかんないね。はっきり言って。そうなんですよね。うん。もうヤギはそういう崖で暮らしてるからさ。それが普通なんでしょうね。うん。ヤギ足。ほら、登山客で上からヤギ服着たって人いたらしいっしょ。あるかもね。うん。ヤギ足はだからクライマーへの損傷ですよ。はい。ここはね、滑りやすいんだよな。ほら、こんな感じのね、すべすべまんじゅう渓谷だね。これ多分ロープあったけど切れちゃったんだね。長沢。あそこに義母子咲いとる。そっから上にずーんと上がりまして、この細道ね、はい、ここはね、高山跡っていう場所ですね。ロッククライマーたちの火がね、こうやってあるんですけどね。大先輩方ですね。でもこんな立派な日が立つぐらいだから、よっぽどここは殿堂だったんだね、クライマーのね。そうですね。うん。はい。汗びっちょりですね。びっしょりです。いい汗かきました。ね。三河倉岳。
セミワダイラコース帰ってまいりました。まあ途中撤退ですが、はい、まあでもそれもね、はい、今日はまあ下見という、まあ、次回チャレンジ、次回はロープを持って、はい、ね、ロープを持って完璧な予想をできます。まあロープあとあれよりバッチリね。そういうことで待ってろよみたいな、はい、また来るぜ。